全試合で多くの印象を残した三オ薫選手。今回は前回よりも良い成績を収め、最高のパフォーマンスを見せた。三オ薫は引き続きブライトンをチェルシー戦の勝利に導いた。危機はチェルシーを広範囲と深さの両方で覆っている。ポチェッティの監督が一夜にしてホームチームのプレースタイルを形作るのは非常に難しい。そして、ホームでプレーした場合でも、 ブルーズは今シーズンのイングランドリーグカップ3回戦で敗退した。チェルシーはここ3試合で未勝利、無得点と調子が悪い。この不振のため、マウリシオポチェッティの監督のスタートはファンの期待に比べてあまりにも控えめなものとなった。ブルーズは公式戦7試合で2勝に引き分け3敗のみだった。しかし、上記の2つの稀な勝利は、 チェルシーがスタンフォードブリッジのホームに弱い相手を迎えた時にのみもたらされたリーグカップ第2ラウンドの AFC ウィンブルドン戦とプレミアリーグに昇格したばかりのルートン戦である。さらに、新善試合を除いた場合、チェルシーは過去5試合で一度もブライトンに勝てず3分け2敗の成績を残している。特に昨シーズンのプレミアリーグでの最近の対戦では、 ホームでプレーしたか、スタンフォードブリッジでのゲストとしてプレーしたかに関わらず、シーガルズが勝利した。また、ブライトンが国内トーナメントで5勝1敗と非常に好調であることも強調しておきたい。今シーズン、ミュート・ニューカッスルはどちらもシーガルズに対して敗者です。